い、どうも、こみです。さて、本日はこちらの関西クラクラクラブのホームからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、JWC、残念ながら今回負けちゃいました。南J さん強かったですね。お見事でした。本当にもう最後までね、ずっとリードを、されたまんま、行くという苦しい展開なんですけども、ちょっと食らいつけずに、まあ残念ながら、星2のサプラス、まあ破壊率なんでね、まあ合計星3ぐらいの差がついちゃったかなというところですね。いや、悔しい。まあ次はまた負けないようにね、配置も攻めも、ね、頑張って練習していきたいなというふうに思うんですけども、で本日はですね、スーパーネクロマンサーに関して見ていきたいというふうに思います。で、これのね、使いどころっていうのが結構難しいんですが、正直自分相当これ強いと思います。で、まあ、まずは何はともあれ動画見てほしいなというふうに思うんですけども、これ自分の攻めですね。全部自分で考えたプランではなくて、パンセタさんっていう方が、クラメにいるんですけども、その方の、攻めをなぞっています。で、ね、その方ちょっとね、トームを使うタイミングが若干早かったんで、スパニックが全部やられちゃったっていうタイミングがあったんですけど、まあ、自分そのトームのタイミングだけを修正して、あとはほぼ全部、パンセタさんの、と同じパターン。タイミングも結構コピーしてありましたんで、まあ、そこはね、当然行くだろうなっていうことで、もうプランに救われたところはあるんですけども。まずここですね。入りに関しては、これスーパーネクロも、普通のネクロマンサーも変わんないですね。ここ、ライトニングで折って、そのライトニングで折った部分とグランドオーデンのおでひ、削る部分をこう、つなげるような形でカットしていきます。こうすることによって、出てくるスパネクっていうのが、しっかりみんなこっちに進んでいくということになりますね。こんな感じです。これ施設が残っていると、簡単にスーパーネクロが逸れていっちゃいますんで、それがないように、しっかりとこの直線的に奥深くまでカットするような、ライトニングプラスオデヒをやりました。まあ、本当はオデヒからスタートするのがいいんですけどね、ライトニングの呪文で相手のアーチャークイーン処理したかったんで、まあ、これをタイミングを測るために、オデヒはちょっと、数秒遅れて出すということにしましたね。で、ここですね、相手の防衛援軍と当たるところでポイズンプラスレイジなんですけども、注目してもらいたいのは、このシングルインフェルノとマルチインフェルノがこうありますよね。で、マルチインフェルノの方なんですね。シングルインフェルノは当然スパネクに対して強いです。めちゃくちゃこれは強いんですけども、一方でマルチインフェルノはスパネクに対してめちゃくちゃ今度弱い、防衛になりますので、ネクロマンサーを使った攻めっていうのを、やりたいなと思う場合には、まずこのマルチかシングルかっていうのも最初見ておくのがいいかなと思います。でね、こっちのまあロイターの削りなんかも結構、まあ、話したいことはあるんですけども、これ見てほしいのはシングルにたぎられた、これほら、スーパーネクロが1体やられましたよね。で、さらにもう2体目がたぎられて、2体やられました。はい、3体目がたぎられてますっていう感じになるんですよね。これ3体目も危うくやられたのか、やられましたね。はい。つまり4体いたスーパーネクロマンサーがこの壁に捕まってる間に3体やられちゃったってことなんですね。これぐらいシングルインフェルノとは相性がめちゃくちゃ悪いです。なんで、ここを終点に持ってきて、アーチャークイーンが生き残ってる前提だからこれができてるんですけども、これもしアーチャークイーンがいなかったらおそらく、中央に入ったスーパーネクロがみんな、マルチ、シングルインフェルノに焼かれちゃったのかなというふうに思います。まあ、これからの環境って結構マルチが増えてきてるんで、普通ネクロマンサー使うよりは、特にこういうフレンド対戦であれば、なおさら、スーパーネクロマンサーを使う場面っていうのが、まあ、増えてきても、いいんじゃないかなっていう気はしますよね。で、ちょっとですね、このネクロマンサー使うときに一番厄介なのが時間なんですけども、時間に関してお話を少しさせていただきますと、ネクロマンサーがこうぐるーっと遠くからこう回ってくるじゃないですか。で、そうしたときに、このまま行くと終点がここになるんですよね、ここに。で、そこまでネクロを歩かせちゃうと、当然数も削られていってるでしょうし、まあ、だいぶ時間もかかっちゃうんで、じゃあどうするかっていうと、役割分担をしちゃいます。これ言い過ぎか。このくらいかな？ここはスーパー、ネクロに任せて、こっちっていうのはロイヤルチャンピオンに任せるんですね。で、こういう使い方っていうのが実はめちゃくちゃいいです。時間切れ防止っていうのが、やっぱりネクロマンサー使う戦術は何にしても求められるんですけどもね。今回の、タホール13においてはアップデートによって、枠が20枠増えたっていうのがこのスーパーネクロマンサーでの時間切れをだいぶ防止してくれる要素になってます。
今回もこの、ロイヤルチャンピオンにアイスゴーレムを当てたことによってこんだけロイちゃんが伸びるんですけども、これ20枠なかったらアイスゴーレム持っていけないんで、ロイちゃんがこんだけの仕事してくんないんですよね。なのでそれをしてくれるようになったのは、開始のウィザードもこう持ってってますしね、こんな感じで。ウィザード5体持ってってますよね。5子20、これでも20枠使っちゃうので、まあ、その回収ユニットに持っていける枠が割けるようになったっていう意味で、このスーパーネクロが非常に使いやすくなったというふうに思えています。で、まあ、当然ながらシングルインフェルノ環境になってきた場合には、それ全然また変わってきちゃうんですけども、これじゃないですね。こっちかな。秋風さんが取っていったリンゴさんへの村ですね。これ見ていきたいと思うんですが、こんな風にシングル3本っていう風になっちゃうと、さすがにこれはあのスパネク使うには怖いなという風に自分は思います。今回も、秋風さんも完全に、普通のネクロマンサーにしていってます。で、この攻め方って、まあ、ちょっと話が変わるんですけども、タウンホール12で使ったらめっちゃ強いんだろうなって思いますね。ほぼタウンホール13と同じぐらいのパフォーマンスが出せちゃうので、で、これですね。しっかりライトニングで相手の、投石機と、このクロスボウを折っていきます。で、折っていってから、これ多分ね、ちょっと難しい、入りをしています。っていうのは、本来、この、ベターな方法は、ここに、ライトニング使ったら、ここを折ってくるんですね。お手引きで。折ってくるんですけども、今回、秋風さんはそうしてません。これも初見なので、初見で実際に、どういうユニットが動きをするかっていうのを見て、それに合わせた修正ではないな。それに合わせて、このプランニングっていうのを考え直したんだと思います。今回ですね、一個前に攻めたのは、良太郎さんだったんですけども、その良太郎さんの、まあ、イエティラッシュがめちゃくちゃいいルートであるって言ったんですね。で、そのルートっていうのを、シングルインフェルノが多めで、イエティには少しまあ不向きな配置かなというふうに読んだ秋風さんがネクロラッシュでなぞっていったという形になります。で、これですね、上方面っていうのはヒーローのスーサイドでここを削っていくようなイメージになっていきます。で、ネクロマンサーたちはぐるーっとこういうふうに回っていくんですけども、シングルインフェルノがまず非常に多い環境っていうことに加えて、さらに壁の隙間に穴が開いていますよね。で、穴が開いているところっていうのも上手に使っていきます。最後ジャンプは1枚、こっちのタウンホールではないな、イーグル砲とか、シングルインフェルノの方にアプローチしていくのに使うんですが、まあ、それ以外っていうのはもう壁の、この溝を歩かせたり、あとは隙間から中に出たり外に出したり、中に出たり外に出したり、中に入ったり外に出したりかしながら、突き進んでいくという形になりますね。なんで、これジャンプの呪文1枚だけでやっぱいけちゃうっていうのが強みですね。残りの呪文枠っていうのを、レイジの呪文とかに避けたり、あとはライドニングに避けちゃうので、まあ、こういう風に、壁に隙間がある配置でしっかりとネクロマンサーの誘導ができるようなパターンが作れる場合っていうのは、まあ、こういう形で、まあ、やっぱネクロラッシュってのがめちゃくちゃ強いかなと思います。でロイヤルチャンピオンもこの段階でまだシールドを残していて、さらに、アーチャークイーンも、クロークが残っている、回収のスニゴブもいるのでもう盤石ですね。はい、こんな形で中心部にアーチャークイーンが入っていって、あとはイーグル砲を打って、さらにそのままシングルインフェルノも打ってという形ですね。ネクロマンサーのもう残り方がすごいですよね、本当に。4体5体ぐらいかな残っているので、出したネクロの半分弱が残っているということですね。まあ、これもしかもちゃんとこういうところからわかりますかね。この溝から出ていってるじゃないですか。こういう出ていけるような溝っていうのが、まあ、これ食い火対策で最近は増えていたんですけども、おそらくこれから減ってくるんじゃないかなっていう気がしますね。食い火対策はもう、ストライカープラスのスーパーガーゴイルでやっておいて、で、壁に関してはネクロマンサー対策っていうのが多分増えてくるんじゃないのかななんて、まあ、ちょっとね、予測しているとこなんですけども、まあ、とにかくこんな風な形で、シングルが多い時には、ネクロマンサー、マルチが多い時には、スーパーネクロマンサーっていうのをこう使い分けていくと、特に今タウンホール13では回収ユニットに枠を避けるようになった環境下で、まあ、結構強いと思います。で、最後ですね、3本目。今度は TH コンプリーターさん行ってみてみたいと思います。はい、この四季王さんのアタックですね。で、スパネク5体というもう本当にパワー編成です。これだけでももう200枠使っているというね、ことになるんで、め
ちゃくちゃ枠数使うんですけども、これも、例に漏れずというか、結構、ベーシックな入りですね。ここ、クエイクで破壊してからのロイヤルチャンピオンを使っ、グランドオーデンを使って、その奥側と手前側をこう繋げるようにカットしていきます。非常にこれ、カット時間がかかっちゃうので、楽入りのタンクなんかがあったりして、バルーンを使ってダメージを入れて、カットを少し早めに、進行させられるような工夫しているというところも見事ですね。で、しっかりとこれカットが済んだ段階で、バーバリアンキングからのスーパーネクロマンサーという形で出していって、スーパーネクロマンサーでタウンホールを狙っていきます。ババキンだいぶこれ苦労してますけど、まあフィストを活用していて、テスラとか大砲アーチャーこの辺を追っていくことによって、スーパーネクロは壁の中に入っていくというところですね。防衛軍を釣っちゃうので、ちょっとここで、バーバリアンキングはお役御免になるんですけども、そこから、レイジに乗っかった、ビッグボーイとあとスーパーネクロマンサーがガンガン、防衛軍を打っていってくれてますね。これでいけると。でこれね、スーパーネクロ結構それてるんですね。こっち側わかりますかね、2体かな、これ壁の外側に出ていってしまったんですが、中に入っているのは3体になりますけども、この3体がやっぱり押し切るんですね。マルチがこう3本あるから、こういう環境下においてはやっぱりスーパーネクロマンサーにヒーラーつけるとなかなか止まりません。で中央に入ったスーパーネクロマンサーがスーパー、ネクロマンサー本体プラスのアーチャークイーン、グランドボーデン、この辺の火力帯で一気に中央を制圧していきます。しぶといですよね、ほら結構しぶといんですよ、スーパーネクロマンサーガンガンに回復して、ヒーラーの回復力ってやっぱりそのなんていうのかな、なんていうのかなっていうかあれなんですよ、ヒーローに対しては少し下がっちゃうんですけど、普通のユニットには少し多めに回復するというか、回復量がヒーローよりも多いので、体力の高いスーパーネクロマンサーにヒーラーがつくとなかなか止まんないっていうのはそこにあります。で残念ながらちょっと、スーパーネクロマンサーがこっちの透析機にこう釣られちゃうんですけども、釣られちゃってもこんな感じですね、透析機との怠慢に結構耐えるんですよね。こんな感じであとちょっとだけどっていうところでこう相打ちか、すごくないですか。ここで相打ちしてくれたおかげで、あとは、ロイヤルチャンピオンが最後開始まで回り切って全開というところですね。まあ、スーパーネクロマンサー割れちゃったので、ちょっとね、この3次方面にこう逸れていったスーパーネクロマンサーがやられちゃって怒っちゃいましたけども、中に入った3体だけでもあんだけの仕事をしてくれるっていうね、この突破力ですよね。これがまあ非常に強いなと思うところです。だからマルチインフェルノ環境で壁にこういう風に結構隙間が空いていて、出入りがしやすいような村である場合には、スーパーネクロマンサー使うっていうのは大いにありなのかなという気がします。で、まあ、比較対象はやっぱイエティになってきちゃうかなというふうにも思うんですけども、ここは正直難しい判断ですね。自分がスーパーネクを使うときっていうのは、低火力帯を結構スーパーネクロが長く歩くような場合っていうのは、スパネクを使います。今回のチキオさんのこのアタックはイエティでもワンチャンいけたんじゃないかっていう気がしなくもないですけども、一本目見てもらった自分のアタックで壁の中に入るまでに結構長距離歩くんですね。しかも低火力帯を。でこの時に何がいいかっていうと、ビッグボーイが盾になってくれるんで、スーパーネクロが実質ほぼダメージ受けない状態で割と破壊率稼げちゃうんですよね。まあ、こういう風な、運用の仕方をする場合っていうのは、スーパーネクロマンサーっていうのが、イエティよりもいいかなと思います。イエティの場合結構、スパネクよりも体力低いんで、途中で、まあ、ダメージが蓄積すると一体一体こう徐々に徐々にこうやられちゃうんですよね。格好撃破されるっていうリスクがスパニクの方が低いので、歩く距離が低火力帯を歩く距離が長いんだったらスパニクの方がいいかなと。むしろ高火力帯に一気に突っ込ませるんだったらミニイエティをレイジでガスンと増やした方がいいんで、イエティラッシュやった方がいいかなっていうふうに思います。まあ、この辺の使い分けですよねっていうのをうまく見極めてもらうと、なおさらの使いやすいかなというふうに思います。まとめと、ですね、まずマルチインフェルノの環境においては、スパネクを使った方が普通のネクロマンサーよりは圧倒的にいいです。逆にシングルになってきた場合には普通のネクロマンサーを使った方が圧倒的に効率がいいと。まあ、この2つの使い分けはそんなところで、じゃあイエティとスーパーネクロマンサー、この2つの比較はどうなのっていうと、低火力帯を長く歩かせるんだったらスーパーネクロマンサー、高火力帯に一気に突っ込まして、もう力対力で押し切るんだっていう場合にはイエティの方がいいかなと、まあ、いう感じですかね。まあ、この2つが自分の中ではイメージとしてあるので、まあ、そこら辺っていうのをですね、もしもまあ参考になったということでありましたら本当に嬉しいなと思います。
というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。もし、この動画参考になりましたらですね、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。とても励みになります。またですね、こういったタウンホール13に加えて、12、11の動画も、継続して出していきますので、ぜひぜひこれからも、ご視聴いただけたら嬉しいです。そして、TH コンプリーターさん、あと、我々、私のいる関西クラクラクラブですね、両方ともタウンホール13のメンバーを募集しておりますので、対戦が好きだよという方、ぜひですね、お気軽に遊びに来てもらえたら嬉しいと思っております。お待ちします。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。